大阪行った時にいつも食べるものとかありますか？あります。はい。薩摩っていう焼肉屋さんの焼肉をいつも北新地に食べてきますね。薩摩。あそこの焼肉うめえなぁ。担当ヒレ肉なぁ。あれうめえなぁ。ここはよく行きますね。はい。キタンっていう焼肉屋さんによく行きますね。あとなんだろうな、大阪行ってよく食べ行くの。あ、あそこはなんだっけな。熟成肉の焼肉屋さんなんだっけな。混ぜちゃった。まあでもそんなとこかな。うん。あとはあれ、総大将のチャーハン。はい。食べに行きます。